ゴデチ、町役場ゴデチ中学校ゴデチは、ブルガリアのソフィア州にある、小さな町、バルカン山無薬祭西部のニシャバ川の谷合いに位置する。セルビア国境から 20km 東の地点にある。人口は4663人。ゴデチ市の行政の中心地である。南極のリビングストン島にある山、ゴデクヌナタックは、ゴデチにちなんで命名された。 数々の考古学上の発見から、戦死時代にはすでにこの地域に人類が定住していたことが分かっている。トラキア人やローマ帝国に関する古代の資料の方が、中世から近世の資料よりも豊富に発見されている。トゥデン村の聖エニコラ協会には保存状態の良い碑文が残されており、それによれば、同協会はオスマン帝国がブルガリアを我がものとした1400年に、 混流された。その約11年後には、近くのグベッシュ村に3つの工人と小窓を持つ、別の教会が建てられている。町名は、ゴデクという人名に由来する。このゴデクは、コドナイシゴデの天下、もしくはゴデミールの短縮型と考えられている。このほか、住みやすい便利な土地を意味するという説もある。2011年2月に創業を開始した、発光ダイオード工場がある。 面積は1万500平方メートルで、およそ140人の雇用を生んでいる。スウェーデンの A 級グループの子会社、A 級マグニット AD の工場も、ゴデチを代表する事業所である。7000平方メートルの工場では、ボンバルディアやエリクソンといった顧客向けに、変圧器やインダクタの部品、電気コードを製造している。ありがとうございます。